まずは山形の先制シーンです。39分です。リキのフリーキックにフェリペ、まあ、よく合わせましたね。はい、はい、まずドーグラス・ビエラがここで触っていたんですが、そうですね、まあ、軌道も少し変わったし、はい、前にクリアに来た選手も目に入ったし、まあ、それでもよく当てましたね。そして後半の2分も、まあ、セットプレーからフェリペがそのこぼれ球に詰めたという形なんですが、このあたりをまあ嗅覚という言い方でいいでしょうかね。まあ、この1点大きかったですね。これもベルギーの選手触って、はい、そのセカンドボールに対して岩谷が飛んだところですよね。だから目線をこう最後まで追うの難しいんですけど、はい、ここですよね、まあ、うまく当てましたね。しっかりインサイドで面作って、まあ、ストライカーじゃないですか、まあ、点がどうしても欲しかったし、まあ、良いゴールでしたね。ただここから猛攻が続きます。2倍回もありました。まあ、なかなかボールホルダーにプレッシャーがかからないで前線で2トップにしたところで駆け引きされてね、はい、3バックの背後を再三取られましたけど、そして11分がベルディにゴールが生まれます。まあ、セットプレーからですけどね、はい、このクリアがマイナスに飛びました。まあ、それでもこのセカンドボールに対して一番最初に反応しているのが泉沢なんですよね。なるほど、まあ、それがゴールに生まれた要因だと思いますね。まあ、一瞬これ山形の選手たち足止まってますよね。はい、まあ、うまく流し込みましたね。そしてここから猛攻が続きました。ドーグラス・ビエラのここからまあ、よく山形の選手たちは集中してね、はい、体投げ出す場面は投げ出して守りました。はい、まあ、ここも素晴らしいセーブでしたね。キーパー久々に出場の小玉でした。まあ、後半なかなかチャンスは作れなかった山形ですが、この辺りから少しボールを持ちながらという時間も少し出てきました。25分です。まあ、単発ですけどこう背後取りながら長いボールでね、相手をぐっとこうラインを引き下げておいて、まあ、これ小林誠吾の個人技シュートまでありましたけど、42分はペリディです。ドーグラス・ビエラのシュート、まあ、こういうところの怖さありましたね。はい、少しラフなボールですけど滞空時間長いボール、ここもセカンドボールですけどいいところにいるんですよね。まあ、今シーズンこういう場面でゴール取ってる彼。